花丸さん、次はカステラでロールケーキなんていかがですか？材料を検討しましょう。こんにちは。今日は花丸さんと和風スイーツを作っていますの。緑茶やお抹茶と一緒にいただくような、そんなスイーツを目指しています。きな粉に柚子、豆腐に小豆、和の食材を活用したり、扇や梅の形のチョコレートを試作中なんですよ。いちごと大福が出会ったように、新しい味を見つけられたらと思っていますの。私たちアクアも持ち味の違う9人が一つのステージを作っているのですから、私たちならきっと新しい味を作れますわ。先ほど作ったチョコレート、あなたもお味見をいかがですか？もしお口に合わなければ正直におっしゃってくださいね。まあ、そんなに嬉しそうな顔を見られるとは思いませんでしたわ。感想は聞くまでもないというところですわね。今日はこのままずっと私のそばにいてくださいますか？お味を見ていただきたいスイーツはまだまだありますから。というよりも、もっとあなたの嬉しそうな顔を見ていたいというところでしょうか。今日はよろしくお願いいたします。